塩森俊信さんというライダーをご存知でしょうか。ヤマハの80年代から90年代前半にかけて活躍された方なんですけれど、先日この方に呼んでいただいて筑波サーキットで車両の確認に行ってきました。今回はその話をいたします。こんにちは、セイクレッドグラウンドのシンボです。今回は筑波サーキットで車体の確認に行ったという内容なんですが、これはですね、冒頭でも話をした塩森さんに呼んでいただいて確認へ行ってきました。塩森さんと知り合ったきっかけは、私が中野真也さんのチーム56レーシングでサスペンションを担当している頃に、その担当ライダーのお兄さんの車両というかですね、サスペンションもちょっとついでに見てほしいということを塩森さんから言われまして、それがきっかけで知り合うことになったんですけれど、その後ですね、忘年会で中菅さんとか SP 多田の社長さんもいらっしゃるような忘年会等でも話をして、いろいろなこのバイクに対する認識っていうものを、私の意見とか、むしろこのワークスで走ってかなりたくさん実験をされてきたベテランライダーの方に、これってどうなんでしょうかっていうような、そういう質問等をぶつけることで自分自身の疑問を解消したってこともあるんですけれど、そういった中から実際にサーキットを走らせてサスペンションを調整して、でお互いにライダーを観察しながらですね、意見交換する中で似たような感覚というか、信頼を持っていただけるようになったっていうことがあって、それで今回も読んでいただくことになりました。実際どういった内容だったのかというとですね、テイストに出るライダーがいて、若い20歳のライダーなんですが、その彼の車体が今どういう状況になっているのか、どういうセッティングなのかっていうところを、診断というかですね、状況判断したいっていうことなので、行ってきました。そこでまた一緒に走りを観察して、問題点、ライディングの問題点っていうところも塩森さんに聞いたりとかですね、僕の印象も話しつつ現場で話を進めていったんですけれど、車体の問題点というか現状認識がどうだったのかっていうと、私の場合はですね、まずバイクに触らないでライダーから話を聞くっていうところを重要視しています。ライダーが話した限りだと、曲がらないっていうのは簡単なんですけれど、ではどこで曲がらないのかっていうことが当然ながら重要になってきて、話を聞いていたら、1部屋を抜けてアクセル開けるとアウトにはらんで内側に寄っていけないと。筑波をご存知の方ならわかると思いますが、第一ヘアピンを抜けてアウト側に行く、右側なんですけれど、それで左側に極力寄せてダンロップのアーチ下に切り込んでいくわけなんですが、その場面で、なかなかこう左に寄っていけないと。左にある程度寄せた後で右に切り返してアーチ下を曲がっていくところでも内側に寄らないっていうようなことが、ライダーの問題点というか、その車体の問題点としてライダーから語られました。それではこれをどのように解消するというかですね、状況を認識するのかっていうことなんですけれど、アクセルを開けて前が上がる、これは当然なんですけれど、上がりすぎるから曲がらないわけです。その次に右に切り返して、寄っていかないっていうのは、これはフロント荷重の段階で前輪を重視して曲がる場面で内側に入っていかないっていうわけですから、とにかくフロントが加速でも減速でも前が高いっていうことが分かります。これを一挙に解決する方法はあるわけなんですけれど、それは何かというとバネ系で改善するということが私の提案でした。考え方として、減衰力を抜いたりかけたり、バネを交換する、バネを調整する、または突き出しを変えるということがあるんですけれど、ライダーの話を聞く限り、このスタティックバランスと呼ばれる突き出し方向で変えるべきではないというのが私の認識でした。もう一つ、減衰力で調整することも可能なんですが、車体の構成上ですね、減衰力調整が外部から行えないというようなことというか、そういう仕組みになっていましたので、ならば簡易的に一番問題が少なく調整できるのがバネというところで、スプリングのイニシャル調整で対応するべきであろうというふうに提案を行いました。実際セッティングをどのように進めていくかという段になって、まずは1周から2周ぐらい元の状態で走ってほしい。その次に抜けるイニシャルがですね、3ミリは抜けるってことだったので、では3ミリ抜いて走ってみてほしいと。その後問題があればマイナス3からプラス2とか、マイナス2とかマイナス1、元のプラスマイナス0っていうところまで調整しつつ確認を行うんだっていうふうに提案を行いまして、ライダーからはですね、
走行後確認を取ったところであるとマイナス3ミリ一番抜けるところまで抜いた状態がベストだったというふうに、証言を得ました。それをもとにでは次の走行でどのようなことを気をつければよいのかっていうふうに考えるとそれはですね、内部のフロントフォーク内部のカラーを切るとか交換することによってマイナス3ミリをプラスマイナス0のセンターに置くというようなそういうふうにすると微調整がより効くようになりますからセッティングの幅が広がるっていうことになります。フロントのイニシャルを変更することによってこの車体のフロント周りの問題点があらかた解決しました。走行時間の問題とか車体のトラブルっていうことも起こりましたのでその日は1本目で問題の診断をして2本目はでは次なる課題はどこにあるのかっていうところを確認するその確認作業で終わったんですけれどライダーはですね確実にその問題点を拾い上げてきて次はアクセルを開けた時のリア周りの動きがやや過敏というかですねセンシティブであるというふうに話をしていました。それを解決するのは方向性としては非常に簡単なので2つ提案を行ってバネをイニシャルを抜くっていうこととともう一つが伸びの減衰力をかけるということです。これらはですね役割は似ているんだけれど明確に求めるものがあった場合はどちらかを選択した方がいいってことになってくるわけですがフロント周りに問題を抱えていてそれを解決して1本目で解決できてでは2本目どうしようさらに良くしようとかもっと良くしたいっていうのがライダーだけではなくてチームというかメカニックとかエンジニアの欲として出てくるわけです。でも焦って状況を変えるよりもまずは冷静に一度状況把握をしてフロント周りの問題点が解決したならばそれでは次に浮き彫りとなってくる新たなる課題はどこなのかっていうのを冷静に走り込んでただライダーを漫然と走らせるのではなくてフロントはとりあえず様子を見なくていいから後ろで何か気づくところがあるのか例えばアクセル開けた時の反応がこうだとか倒し込みがこうなるんだっていうような実際のですね実例等を、まあ、私の経験ではあるんですけれどそういうのを話をすることによってこういうことが起こりましたとか本当にそれが起きていましたということが、分かりやすく、まあ、ある種漠然とした何もない状態から探し当てるのではなくてある程度この枠にはめてこれとこれとこれが起こりうるんだっていうところを伝えることによってライダーが明確に見つけやすくなるっていうことが あるわけで2本目はそれに、集中して実際にリア周りのセンシティブな神経質な動きっていうものを発見してきて本日撮影日は金曜日なんですけれど水曜日に確認して木曜日は中日で1日空いて金曜日今日ライダーがその辺を確認するというような状況になるはずです。そういったわけでセッティングっていうものは良くしたい良くしたいって欲があるとどん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 いじっていじってってことになるわけなんですけれど一度いいところを見つけたらそこをセンターラインっていうかですねセッティングの中心に据えてそこからさらに次に行く場合に戻れる場所をちゃんと確認しておくっていうところが大切です。変えて変えてどんどん新しくして、どんどん変更してっていうことを行っていると結局何をしているのかわからなくなるっていうのはそれは当然だし分かっているっていう方も多いんですけれどだけど、早く走りたいとか良くしたいっていう欲があるとですねついついそれを忘れてまあ、ちょっとつ申しになってしまうということが往々にしてあるわけですね。ですからこの点をちょっとこう我慢というかですね待ってみてライダーで言うなら早くアクセル上げたいんだけれどワンテンポ待つことでもっとストレートで加速できるみたいなそういうような印象で先走らないことによってセッティングっていうのが実は実を結ぶしその次の展開がもっと楽になるっていうふうに私の経験としてはそのように感じています。